大阪有飛球学園高等学校は大阪府大阪市天王寺区にある私立の高等学校。2005年までの旧名は大阪女子学園高等学校で明治末期に創立の大阪府立有飛河丘高等学校とは無関係。設置者は学校法人大阪有飛球学園。校訓は愛と真実。校地は 系列の大阪有引流学園短期大学と同じキャンパスにある。大阪市職員として大阪暮らしの根雑館を運営した坂井一によると、高知は上方浮世絵の名は百景にも登場の江戸時代の料亭西寺市庵の跡地付近とされる。全日制家庭普通科のみだが、特進愛類や通類、音楽、美術など6ース制となっている。 学則定員1500名のマンモス校。2020年度の入学者は290名で、前年2019年度536名に比べ、半減した。もともと生徒指導に注力している学校だが、2004年特進コース設置後、大学進学指導にも力を入れ始めた。補修など予備高校師による授業も受けられる。日本放送協会学園高等学校の、 協力校にもなっている。学園の創立者は、社長として、大丸を近代的な百貨店に育て上げた、里見純吉。ファッションデザイナー養成機関の大丸要塞、研究所を、学園の源流として、太平洋戦争後に高校と短大が新設された。2020年度の場合、入学者290名のうち、洗顔受験189名で、平顔受験101名。 2019年度の場合、536名の内戦眼298名で平眼238名だった。2021年度の募集人員は計360名。授業料などの費用は年118万円から127万円。鉄道芸能その他関係者、ありがとうございます。